ライト。確かにね、ライト強めなんですけど、ソフトバンクがあんまり良くないか。なるほど、大変です。エテウキということで、本日は先ほどはタイムテーブル作っておりました。あとメールも多分そのうち届くと思うし、フォトログも多分更新したので、あとはタイムテーブルも書いたし、755も投稿したので完璧。本日は2週とカウント、今回は2週とカウントですね。みんなカウントしてくれてますね。とりあえずカウントお願いします。2週。メール来た？早いね。早い。ちょっと早めだったね。終わったてになってるけど。今日はこんな感じ。明日のはこんな感じでまとめてみました。ハートちゃんがいっぱい。ハートちゃんの。さあ、昨日はね、チューリップ。でもこれちょっとチューリップの主張が激しいね。なのでちょっと抑え気味なハートにして、こう書くの楽しい毎回。でも明日から、あ、カウント完了ありがとう。明日からね、2日目のこのさっき投稿した755に投稿したやつのタイムスケジュールで、とりあえず明日からこんな、あんまり変わらないでいこうかなっていうか、変わらない方がやりやすいのかなと。どっちがいいですか？変えた方がいいのかな、毎日タイムスケジュールは変えない方がいいのかな。あ、そうだ、ここに書かないけど、どっちの方がいいですか？と変え、なるべく変えない方お任せします。微調整。なるほど、変えた方がいい。なるほど、どうしたらいいんだろう。まあ明日やってみてちょっと調整しつつ、なるべくこれベースでいきたいなと思うので、いきますね。で、なんかさっきコメント来てたのね、755に、755で、3週の捨て星が明日のあの時間だと厳しいって、ね、コメントいただいてて、どうしたらいいんだろう。でもなんかそれぞれ、そう、例えば6時45分に捨て星になると、その時間が短いのかな。なのでちょっと前に、2分前とかにから捨て星を始めたらいいのかと思ったけど、でもそうすると、なんだっけな、そうすると、そうすると3、あ、あ、そうすると1回目を早めるとして、2回目の捨て星の時間、あ、なるほど、2回目の解除の時間が配信開始から1分しかなくなっちゃうから難しいかもしれない。そうですね、配信始まってから1周目を投げる時間と2周目を投げる時間が星解除までの時間なのということなので、
なんて言えばいいんだ、なんて言えばいいんだ、どうすればいいんだ。どうすればいいんだ。あ、くまちゃんが10個、ありがとうございます。そしていっぱい、あ、ギフトもいっぱいありがとうございます。かわいい。悩ましいね。15分ぐらいは欲しいってこと。なるほど。なるほどね。そうだよね。だからもう一回ちょっと整理しますね、ちゃんと。でも多分明日はこれで、明日はというか明日はこれで行ってみて、とりあえずやってみようかなと。やってみないとね、わからないこともあると思うので、とりあえずやってみながらアドバイスをちょっと参考にしながらやっていきたいと思います。このい、じゃあこの1時間のあい休みの、うわ、何、頑張った、頑張った、いっぱい来た、何頑張ったって、すごい、ありがとう、え、びっくりした、頑張った、わーい、みんながね、みんなが頑張ってくれてるおかげです。ありがとうございます。そう、本当はね、名前呼びたいんだよ、名前呼びたいんだけど、そうルールでね呼べないことになって いるので、本当に本当に、そうですね、でもちゃんとしっかり名前とギフトをちゃんと確認しているので仕方ないんですけど、ごめんなさい。でもあのショールームのこのイベントが終わった後に755でみんなで打ち上げしようっていう話をしてて、そうなんです。あ、くまちゃん、ピンクのくまちゃん、ありがとうございます。嬉しい。755ってあのなんていうの、打ち上げしようという気持ちでいるので、そこで全員にコメントをいただけたら全員にコメント返すで、お礼の返信ができるようにするので、それまで1週間ちょっと待っててください。え、めっちゃ可愛いが10個来たありがとう、嬉しい。みんなのためにもね頑張っていきたいと思います。すごい、そうだね。あ、くまちゃんありがとう。一つでも、な、一つでごめんねとかじゃなくて、本当に一つでも嬉しいです。ありがとうございます。星も本当に、星とハートとだるまとなんかいろいろありがとうございます。今日はあっという間だった。確かに今日はあっという間だったね。でもなんか5時から12時まで3時間配信ってことは6、7、8、3時間配信ってことは4時間くらい休憩時間空けて配信してたのかな。ちょっとずつ休憩とかして、ちょっとずつ配信して24時までになりました。ブブブブブラボー、ブラボー、ありがとう。すごい、言葉もあるのね、言葉も楽しい。
ハートもありがとう。明日は何か企画でも考えて。そうです、明日の企画もね、朝おはようで洋服選んでメイクしてみんなと話して握手会の思い出とかを話して、でタイムテーブルをその間に作るので次の配信でタイムテーブルをちょっと見ながらやって、でその次の配信はちょっと間が空くのでその間にお風呂とか入って、その最後の配信で明日の作戦会議という形ですね。そういう感じです。伝わったかな、伝わっておりますでしょうか。うま、大丈夫かな。みんな何番が楽しみ。え、これってさ、投票とかってしない方がいいんだよね。確か投票の画面オフにした方がいいのかな。え、なんだっけ、なんかそういうなんかルールみたいあったよ。大丈夫か。今はやばい。今は大丈夫。投票しない方がいい。そうだよね。だから投票のなんか前ショールーム、あ、クマ？タコ？なんかでかいクマとタコみたいのが来た。タコだった。かわいい。ありがとうございます。その時はそう、星とか投げられなくなっちゃうからって言って、ショールーム研究生で公演の合間にやってた時も投票の画面オフにしてたので、なんかそれ思い出して、そうだよね、そうだった気がした、気がしたんだ。はいですね。で今日はこの配信が終わった後に星を満タンに集めてからこの配信が終わった後に、違う、この明日まででいいのか。でも明日の、まあでもなるべく今日までにってこと、今日までにということだよね。今日までにとりあえず星を満タンにして明日に備えてくれたら、多分明日楽なので、その分早起きせず、まあ、早いんですけどせずにいられるので、とりあえず星を満タンにしておいてくれたら嬉しいです。夜のうちに、私は起きれますよ。頑張る。多分起きれるよ。でも朝さ6時45分だから、まあ6時半ぐらいに起きるとして、は、6時半に起きるの久しぶりだな。学生の時はよく6時半には起きてないか。何時に起きてたかな。7時ぐらい、7時ちょい過ぎ。12時に起きた。どうしました。いきなりおはようございます、ごめんなさい、12時に起きました。それは終わるね、終わります。割とありそう、割とある
ないですよ。気まずい配信ね、確かに。気まずい配信。やめてって、やめてって。じゃあとりあえず明日の配信の予定は決まったので、で私が755にスケボシの2分前に通知をするので、その2分前の通知に通知なんかピロンって鳴るやつとかにしといてもらった、そしたらすぐスケボシに行ける気がするので、そしたらすぐ捨て星に行ってもらえたらいいかなというふうに思います。そしたらそうですね、えいよ村民4時起きやばい。そうだよね、なんか学生はみんなタイムテーブル組むのね、早くしなきゃ、22時までに終わるようにしなきゃ、大変だ大変だ。え、5分前がいい？ 5 分前どっちがいいのかな。でも2、3分前の方がいいかな。あ、5分前の方が良さそうかな。50カウント完了しました、ありがとう。さらちゃんは5時からってことはめっちゃ早いね。5時、そうだよね、早いね。大丈夫、頑張ろう一緒に。じゃあ念のために5分前にしときます。5分前で、はい、じゃあ5分前にします。明日仕事だからなかなか星投げられないかも、だからごめん。絶対ありがとうございます、今日来てくれてありがとう、お仕事なのに12時までありがとうございます。ちゃんが10個来た、しかも結構ピンク、あ、ヒョウ柄を、ありがとうございます。なんか差がすごい縮まった気がする、さっき40なんちゃらだったけど今37だよ。ありがとうございます、クマが飛んでる、ありがとう、ありがとうございます。結構ピンク、結構ピンクのクマ来た、ヒョウ柄と。え、NGT は何色なんだろう。ありがとね。だるまちゃんも。ありがとう。同時配信中に縮まり出したら強い。なるほど。そうなんだ。今配信してるのかな。ピンクっぽいやつかな。赤ってないよね。ピンクかな。あ、白っぽいやつ。白っぽいやつか。赤か白だもんね。白か。なるほど。なるほどね。でもいろんな色のクマをありがとうございます。ヒョウ柄はね、わかりやすいね、 NMB さんのヒョウ柄。あと20分ぐらいかな。これって勝手に切れるのかな、ショールームピロンって切れるのかな、どうなるのか。
そうなんだ。ペロンと消えるのね。ペロンと消えるのね。え、でもさ、ちょっとさ、ちょっと早めに、まあ始めることはないんだけどさ、ちょっと遅めに終わったりとかしてさ、3時間だからさ、トータルで見た時に2分ぐらい早めに終わっちゃうとかないのかな。ゆっと言えばいいんだ。2分ぐらいちょっと通常ですって言う人いるけど、最近はそんなことないでしょ。前はね、そうだったけど。どうなんだろうね。いつ切れてもいいように。まあそうだね。そんな感じかな。自分で終わっちゃって結果早いパターン。あ、なるほどね。じゃあブツって切れるまで待ってた方がいいってことだね。了解です。明日の朝は6時45分にステップするでしょ。そうなる、まあ、43から45にステップするとなると、明日の朝は7時半から始まります。初めて星投げてみました。頑張ってね。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ツイッターにはね、あげられないんです。ツイッターやってないんです。ごめんなさい。起きてるよ。お、ありがとう。明日7時半からです。あ、クマが。次は水色と白のクマだから STU さんね、のクマが。ありがとうございます。かわいい。あ、7時半ね。ありがとうございます。アイニャ推しですけど協力しますね。あ、優しい。ありがとうございます。え、3時間超えるとペナルティで確か減算がある。あ、そうなの。それはちょっといけないね。ちょっとじゃあ早めに終わった方がいいのかな。そんな気がするんだけど、どうかな。水色と白ってでも私がサイリウムの色なので嬉しいな頑張ってなって。ありがとう。そうね。3週がうまくいかない場合、そうだよね。3週ってなかなかむずいよね。でも3週してくれたらすごいポイントが取れるので、できたら3週お願いしたいです。ポイント切られるんだったと思いますよ。あ、なるほどね。25分だと難しいよね、3周はね。そう思った思った思った。だから30分のところもあるんだけど、いや、30分のところはないですないでした。25分ギリだ。20分で3周いける人いる。すごいギリだよね。まあ皆さんが楽しんでできる範囲でやっていけたらなというふうに思います。ですがちょっと欲を言いますと、1位になりたいなという気持ちもあります。
ですので、今3位なんですけど、なんとかね、とりあえずなんとか2位に上りたいですね。そう、慣れてきたらなちょっと早めにできるのかな。慣れると楽しい。本当にありがとう、嬉しいね。壁紙花柄なんです、貼りました自分で。多分ね、これをね 1,2,3,4,5 個ぐらい、縦にこう貼れるやつ5個ぐらい買って順番に貼ってったので、多分ここぐらいかな。そうですね、みんな分かってるよね。確かに分かってるね。ミナタンルームからお時間とお届けしん、ま、しに来ました、しに来ましたありがとう、見に来て。自分で貼ったのすごいでしょ、すごいでしょ、これ綺麗だよ。しかもちょっと近くで見ても境目がわからないんです。でも柄がつながってる風に、つながってるので、頑張ってつなげたのでっていう感じですね。なんか楽しいね、ショールーム、ショールーム、ショールームのイベント初めてやってみたんですけど、なんかただいつもはショールーム、自分の皆さんに見てもらえるように頑張る、見てくれてるファンの皆さんが喜んでもらえるようにっていうのあるんですけど、一緒になんかやってる感じがしてすごい楽しい。いつもね全然楽しいんですけど、今回は特別なんか燃えてるので楽しいのかなっていう感じですね。よくできました、ありがとう。そうだね、あと10分ぐらいかな。今日は寝れそう、もう目が降りてくる気がするみんなはどうですか、みんなはどう。明日誕生日です、おめでとう。カウントしに来ました、カウントカウントカウントお願いします。眠い人は多々います、寝落ち寸前。あと2日お休みの人が多くて、木曜日から仕事の人が多いのかな。確かにね、確かにね、7日からそうだね、ゴールデンウィークなの、6までか、確か。え、マリちゃん来た、マリナどこ、んんんマリちゃん、さっきマリちゃんの話してたんだよ。え、どこどこなの。本当だ、マリちゃんだよ、だって。あ、なんかマリちゃんなのか今のは。あ、服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 って書いてある、 あのこれだった、なんていうの、アイコンっていうの、なんていうの、アバターだった。ありがとう、マリちゃん、マリちゃんのファンの方も応援してくれるよ、てるよっていう方もいらっしゃります、ありがとうございます。アバター、アバターアバターが、嬉しい。マリナのショールームのね、かぶり物大好きなんですよ面白い、とっても。星投げた、え、ありがとう、嬉しすぎ。頑張るね今回は。そうです、
初めてやるの、このショールームのイベント、やってみようと思って。そうなの、初めてやるからちょっと難しいけどね、こうやってねと教えてもらいながら紙に書いてやってみて頑張ります。すごい雨降ってきたよ、めちゃめちゃ。みんなもかぶり物しよう。あのね、したことある、イカのねかぶり物ね、一緒にね配信した時ねかぶらせてもらってもらいました。懐かしい。イカ人気だよね、すごい。イカの配信の時楽しかったって言ってくれるファンの皆さん多いです。人気、イカ人気。見た人多いですよね、つってもね、なんだろう、すごい3人ぐらいで配信してたからかな。イカニカン。お寿司食べたいな。イカはね、お寿司ではねあんまりね食べたことないんです、イカ、お寿司のイカだから。今度食べてみよう。部屋めっちゃおしゃれ。え、頑張ってね、改造したんだよ。改造っていうか変えたの、お部屋を。でも別に大したあれもないけどね。ソファーと机と、そう、絨毯とかをね改造した。あとねあれだった、ダンス用にね鏡をね、大きい鏡をね、そう、見て練習できるように買ったんだけど、ダンスするものない。しなきゃ、なんか踊る、新しく踊ろうかな。今度配信でダンスしよう。ダンスの配信しようっと。ダンス、食べるときはイカニカンって言おうね。イカニカン、イカニカン。雨すごいね、なんかめちゃめちゃ雨。カウントだけですが応援してますよ、ありがとうございます、とても嬉しいです。あと5分ですね。私は多分ちょっと前に終わった方がいいのかな、1分前くらいに終わった方がいいのかなって思ってる。どうですか。ちょっとね1分早めに終わった時もあったから、でもでも大丈夫かもしれない、逆に過ぎた時はあったか、そんなに1分も過ぎたことないから大丈夫で、多分自動で切れるまで待ってって大丈夫、減点されないと思う、きっと。今日はだから大丈夫かな。じゃあ今日はとりあえず切れるまで待ちます。あ、いっぱいだるまとかタコとかありがとうございます。マリちゃんがだるま投げてくれてるんだけど、嘘でしょ、しかもめちゃめちゃめちゃ、ありがとう、嬉しい、マリナ、めちゃめちゃめちゃだるま投げてくれてるんだけど、おー、マリちゃん優しい、ありがとね、本当にね、待って、めちゃめちゃ投げてくれたよ、ありがとう。無言で投げた。イケメンだ、マリナイケメン。ありがとう。
そしたらみんながだるま投げてくれてる。ありがとうございます。すごいすごいすごい嬉しい。みんなイケメンありがとう。優しいね。マリナが投げるからって言ってみんな投げてくれてる。ありがとう。え、そしてそしてそして、すごいいっぱい最高をたくさんいただきました。だるまも、わありがとう。すごいね、本当にありがとうございます。最高10いただきました。え、本当にやばい、あと2分、あと2分です。まだ初日、やばい、ありがとうございます。ちょっと明日頑張れるわ、頑張ります。タワーの上なの、最高、最高タワーなの。え、やばい、ありがとうございます。しかも6300人も見てくれてる。頑張ります、ありがとう。多分あと1分ちょいで切れるかなと思うんですけど、明日は7時半からです。7時半から始まるのでよろしくお願いします。嬉しい。え、なんかもう本当になんか最終日みたいになってるけど、ありがとうございます。ワンタンありがとう。ワンタン、マリちゃんありがとう。ワンタンって何、ワンタン、ありがとうございます。マリちゃんありがとう、本当にありがとう。マリちゃんのファンの皆さんもありがとうございます。マリちゃんのファン、私のファンの皆さんももちろんありがとうございます。また明日ね、あと30、30、40秒、あ、違う、20秒。マリちゃんのファンワンタン、あ、西ヶ岳がワンタンになった、あ、そうなの、ワンタン、なるほど、ワンタン、ありがとうございます。はい、それではもうちょっとで終わるとんですけど、今日本当にありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。